こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、短波放送でお送りしています。潮風の放送内容は、拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと、日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんには、これまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局書箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。拉致問題への日本国内での関心はかつてないほど高まっています。日朝政府間協議と特別調査委員会に関してお伝えします。7月1日、北京で日朝の政府間協議が行われました。日本側からは井原外務省アジア大洋州局長、北朝鮮側からはソン・イルホ日朝国交担当大使が参加し、協議を行いましたが、この中で北朝鮮側は特別調査委員会に関し次のように設置すると説明しました。まず特別調査委員会の権限については、特別調査委員会は北朝鮮の最高指導機関である国防委員会から北朝鮮のすべての機関を調査することができ、必要に応じ参加関係機関及びその他の関係者をいつでも調査に動員することのできる特別な権限が付与される。特別調査委員会の構成体制については、委員会には国家安全保衛部、人民保安部、人民武力部、人民政権機関、その他の機関や関係者を含める全体で30名程度、
地方にも各道に支部を作り、必要があれば市軍にも支部を置く。そこには安全保衛部及び人民政権機関が含まれ、調査対象ごとに分科会を作る。分科会は拉致被害者、行方不明者、日本人遺骨問題、残留日本人及び日本人配偶者の4つに分けられる。各分科会に参加する関係機関、拉致被害者分科会は、国家安全保衛部、人民保安部、最高検察庁、保健省、人民政権機関、行方不明者分科会は、人民保安部、国家安全保衛部、朝鮮赤十字会、人民政権機関、日本人遺骨問題分科会は、国土環境保護省、人民政権機関、朝鮮赤十字会、社会科学院、人民武力部、残留日本人並びに日本人配偶者問題は、朝鮮赤十字会、人民保安部、人民政権機関、以上になっています。そして特別調査委員会の委員長については、委員長1名、副委員長2名を置き、委員長は総手派国防委員会安全担当参事兼国家安全保衛部副部長、副委員長にはキム・ミョンチョル国家安全保衛部参事、パク・ヨンシ人民保安部局長、そして各分科会の責任者としては、拉致被害者については韓村南国家安全保衛部局長、行方不明者についてはパク・ヨンシ人民保安部局長、日本人遺骨問題についてはキム・ヒョンチョル国土環境保護省局長、残留日本人並びに日本人配偶者問題についてはリ・ホリム朝鮮赤十字会事務総長が当たるとしています。そして特別調査委員会の運営方法については、中央の調査委員会の指揮のもとに運営されること、各分科会の責任者は調査対象ごとに調査を行い、その結果を随時副委員長に報告し、諸問題について対策を取ること、各分科会の調査が進み日本の協力が必要となれば、分科会の責任者が調査委員会にその旨を提起し、日本の関係者の協力を求めること。各分科会の進捗状況は分科会ごとに委員会に報告し、日本側に随時通報し対策を立てるとなっています。また調査の形式と方法については、特定の分野を優先的に進めるのではなく、全ての分野を同時並行で進める。調査を深化させるために必要があれば、日本側関係者との面談、日本の機関が持っている関連資料の共有等を行うことを希望する。調査を客観的に透明性を持って行うために、適切なタイミングで日本側関係者を受け入れるようになるとしています。最後に各分科会の活動について、5月の合意に従って調査を行い、協議し対策を立てる。以下の内容は現時点での考えであり、今後日本側と協議しながら修正していくこともあり得るとされています。拉致被害者分科会は、日本政府が認定している拉致被害者について改めて調査し、それぞれの被害者について入境からの経緯を調査し確認する。行方不明者分科会については、日本側からの資料等を参照しつつ、人民保安部の住民登録台帳の精査を含め、北朝鮮への入境の遺憾、行方不明者の身元について状況を確認する。日本人遺骨問題では、北朝鮮に点在している日本人遺骨の埋葬地について対策を講じながら、これまで把握している資料や証言をもとに現地調査を行い、また試験的な発掘を行うとしています。最後に残留日本人、日本人配偶者問題については、人民保安部及び人民政権機関が持っている住民登録台帳に基づく調査や証言等を通じて現状を確認し対策を取るとされています。以上のような問題については、北朝鮮側の言葉がいつ嘘になるかもしれません。
しかし総理も古谷拉致問題担当大臣も北朝鮮側にもう騙されることはないと何度も明言しており、これを確実に守らせるために日本政府がさらに強い圧力をかけていくものと期待されます。日朝政府間協議で北朝鮮側から説明された特別調査委員会の概要についてお伝えしました。届け海を越えて JSR 潮風です。日朝政府間協議の結果による日本国内の動きについてお伝えします。日朝実務者協議での北朝鮮側からの特別調査委員会概要発表をめぐり、日本国内では7月4日に慌ただしい動きがありました。この日11時から自由民主党は外交部会と拉致問題対策本部合同会議を開き、北京に赴いた井原外務省アジア大洋州局長からの説明を聞きました。その後同様13時30分からは拉致議連の役員会が行われ、超党派の議員連盟の役員が集合してこの報告を聞き、今後の対応について検討しました。その中で拉致議連と家族会、救う会、そして特定失踪者問題調査会で安倍総理に対して要望書を出そうということになり、その文案をまとめました。その内容についてはこの日15時40分から総理大臣官邸で拉致議連の平沢会長、中山副会長、松原幹事長、山谷事務局長、そして家族会の大塚代表、横田前代表夫妻、松本事務局長、副会の西岡会長、島田副会長、平田事務局長、そして私特定失踪者問題調査会の代表荒木が参加して安倍総理に対し要請を行いました。その内容は次の通りです。内閣総理大臣安倍晋三殿、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟会長平沼武郎、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表飯塚茂雄、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長西岡勤、特定失踪者問題調査会代表荒木和弘、私たちは今なお北朝鮮に拉致されている被害者全員が安全を確保され、一刻も早く日本に帰国することを希求しています。今回の日朝協議における北朝鮮側による特別調査委員会立ち上げの報告を受け、本日の閣議決定でこれまで日本側が講じていた3分野の規制措置解除が決定されました。本決定後も北朝鮮との協議にあたっては段階的に期限を設定するなど、北朝鮮側が全ての拉致被害者を帰国させるとの決断がなされているのかについて日々確認をしつつ十分慎重な判断と対応をしていただくことを望みます。また北朝鮮が誠意ある回答を出さない場合は制裁をより強く復活することは当然のことと考えます。被害者全員の安全確保と救出は国家的かつ国民的課題であり、政府が主張している昼夜を挙げ総力を結集してオールジャパン体制で問題解決をという認識を我々と共有しながら解決に向け進んでいただけるようここに要請いたします。総理もこれに深く頷かれていました。これから日本はまさに国を挙げて北朝鮮により強い圧力をかけていくことになると思います。
日の政府間協議を受けた日本国内の動きについてお伝えしました。説明で北朝鮮
被害者を返すかの感触は今は私たちの実感としてありません。施設が騙されているというよりも少し前向きになっている感じが伺えます。それでも北朝鮮にいる私たちの同胞拉致被害者は今回の朝鮮平和通信中央通信の発表を受けて多くの期待を寄せておられることだと思います。私たちはこれを確実に前に進め、そして一人たりとも北朝鮮に残さない、在日日本人に関する朝鮮人についていった日本人妻の方たちも含めて、そして特定失踪者、さらに拉致被害者、この確実な救出、引き戻しを、取り返しを確実にしていきます。各分科会の活動について北朝鮮サイドは1番目に日本人遺骨、2番目に残留日本人、日本人配偶者、3番目に拉致被害者、そして4番目に行方不明者を挙げておりましたけれども、日本政府の発表は拉致、特定失踪者、日本人遺骨、そして日本人配偶者です。この順番が微妙に違うことは非常に残念でなりませんが、日本の姿勢は変わりません。北朝鮮に次ぎます。日本は決して安易な回答を求めない。これが最後のチャンスです。3-5684-5059
ファックスを送られる方は国番号81の後に3、そして5684-5059。郵便を送られる方は東京中央郵便局支所箱10225、東京中央郵便局支所箱10225にお送りください。電子メールを送られる方は comjanstie2003@chofa-kai.jp 電子メールを送られる方は comjanstie2003@chofa-kai.jp 以上です。電話でもファックスでも郵便でも電子メールでも何でも構いません。皆さんの情報を私たちのところに送ってください。またこの放送をお聞きの日本語のお分かりの方で拉致被害者などに関わる情報をお持ちの方は先ほどの番号でぜひとも私たちのところに送ってください。以上で日本海に架ける橋を終わります。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、様々な事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、潮風の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体を大事に。 JSR、 こちらは潮風です。